で今私はですね韓国のチョンジュという町におります。で今バスセンターにいるんですけども、これから、チョンジュという町にですね移動しようかと思います。お前何言ってんだと、ふざけてんのかと思った人いるかもしれませんが、日本語で書くと全く同じ字を使う読み方をする、町がね2つありまして、それが今私がいる、チョンジュと、で今から行くチョンジュ、チョンジュとチョンジュですね、これ発音で全然違う町の名前なんですけど、これ韓国人の人たちでも結構ね間違える人多いという、今回はチョンジュからチョンジュに移動という、ことでですね、まあ、バスで移動していきます。はい、もうタイトルがもう全てオチです。それでチョンジュ初の、チョンジュ行きのバス、あと1時間ぐらいで出発なんで、まだちょっと時間があるんで朝ごはんをねちょっと食べようかなと思います。バスセンターの中ね結構お土産も売ってたりとか売店もあったりして、トイレももちろんありますし、 Wi-Fi もねありました。フリー Wi-Fi、 これが売店ですね。これしかないです。ただ外に行けばね CU とかイデアコーヒーとかあるんで、食べるものはめちゃくちゃありますね。それでは自分はこのバスターミナルのところにあるパリバケで朝ごはん食べます。こっちにはコインロッカーもありますね、コインロッカー小さい方が2000ウォン、スーツケース用が3000ウォンです。日本に比べると安いですね。はい、とりあえずここで朝飯にします。一応前日に今この動画を撮ってますが、チケットをですね先にちょっと買っておこうかなと思います。日本語もあります。これですね。でチョンジュからチョンジュに行くので、こっちのチョンジュは J ですけど、あっちは C ですよね。あ、ありました。これです。で、カレンダーを押して、明日なので金曜日。で、朝7時5分、8時40分、9時10分とかあるんで、何時にしようかな。クレジットカードで決済しております。現金でも払えるみたいですね。この機械は。なんか、機械によって全然違うんで、微妙なんですけど、自分もいつも探り探りなんですが、料金は15,900円。ちょっとクレジットカードでできなかったんで、ワオパスで払います。多分ワオパスならいけるでしょ。あ、できたできた、できました。ということで無事に発見できました。11時20分発、11月3日、本日ですね。今買ってるのは2日の日です。でチョンジュからチョンジュ、これをやりたかっただけです。はい、このために買いました。まあ行ったことないんで、行こうと行きたい街の一つではありましたけど、はい、これで準備はできました。それで出発前お腹空いたんで、パリバケ入りました。今パンを買いまして、ベーグルがねなんかなかったんですよね。焼いてる途中なのかもしれないけど、ちょっととりあえずもうあるやつを買いました。これ揚げパンのあんこが入ったやつと、クワベギと、今焼きたてだったなんかよくわかんないピザパンみたいなやつで、パリバケの牛乳です。前のおばちゃんがすごい日本人だと分かったから話しかけてきたんですか、何言ってるかちょっと分かんないんで。おっぱ、今チョロに花さじょ、ボンサホジョ、チョロに2개、2개필요해、ボールペン、あ、ボールペン、あー、ナンバーワン、ボンサホジョ、花まで。話しかけてきた理由は、ボールペンをね、1000ウォンで買わないかっていう売りつけでした。大したことなかったな。いい人かなと思ったけど、まあ、よくある話です。で今話の途中だったんですが、パリバケの牛乳、はい、今説明した通りチョンジュからチョンジュに移動するんですが、チョンジュの方もチョンジュの方も、まあ、中級ぐらいの、まあ、町、大きさの町になっております。まあ、ソウルやプサン、テグに比べれば小さいかと思いますが、そこそこ人口もいて発展しているというところで、大体の、ね、バスセンターからそのチョンジュに行くバスっていうのは出ております。で行きはねインチョン空港から高速バスで、チョンジュに来たんですけども、これからチョンジュの、バスターミナルから、チョンジュの方に移動するということで、その行き方とか、そういったものをねお見せしようと思います。自分もこの説明してて混乱してくるからね。先ほども言いましたが、バスターミナルの中にはね CU コンビニが24時間のがあって、奥にはコーヒーショップみたいなのもあるし、あと食堂みたいなのもありますね。ビビンバとか冷麺とかになっております。バスターミナルはこんな感じですね。割と広くてバスがたくさん止まってます。あそこが乗り場ですね。でちゃんとタバコ吸う場所もあります。喫煙所ですね、黙々所あります。
あとですね、このバスターミナルのちょうど裏手ぐらいにいっぱいね、まあいわゆるラブホテル、まあモーテルがねたくさんありまして、自分もこの裏の方のねあのホテルに昨日一泊しておりました。一泊4000切ってましたね。はい、非常に安く泊まることもできるし、バスターミナル近くて便利で、あと他の、街の中心地ね、行く時も、まあ、バス乗ったりタクシーですぐ行けるんでめちゃくちゃ便利です。それでこれが昨日買ったあのバスのチケットなんですが、一応時刻表があって、プラットフォーム13なんで下の段ですね、の11時20分のバスに乗ります。で、まあ、韓国あるあるなんですが、表示がですね全部韓国語ハングルで英語がありません。まあ、かろうじてチケットには書いてあるけど、うん、なんでねあのこれ結構難しいです。うん、まあでも韓国の人たち優しいのと、まあ、なんとかなるっていうのでいけてるんですが、基本的に英語表記はゼロです。まだバスは到着しておりませんが、ここの13番という乗り場で、チョンジュに行くバスが出ますんで、ここで待つというだけですね。はい、まあ、椅子とかもたくさんあるし、まあ、待つには問題ないですね。はい、ということでバスが来ました。これですね。それでは乗ってきます。アニョーン。今回座席は24番一人掛けシートを取りました。韓国のバスは3ランクありまして、一番上のがプレミアムで、一番下が一般なんですが、その真ん中のバスでこれぐらいの広さ3列シート、まあ、過去何度も乗ってますが広くていいですね。日本のね高速バスも全部こういう風にしてほしいですね。4列だときついよね、特に自分みたいなね太ってるやつだと。いや快適です。一応チョンジュで、降りるという風に今バスの運転手さんに言っといたんで大丈夫でしょう。あの電光掲示板とかアナウンスがね英語があったりっていうのはないんでちょっと不安なんで一応伝えておきました。ということで間もなく発車ですね。11時20分発です。今もうドアが閉まりました。1分早いです。あのちょうどかな。今回は揺れを期待して後ろの方にしました。お客さんは全員前の方に座っております。今回のこのバスはあれですね、 USB とかないですね。来た時に乗ったやつはありましたけど、一泊しかしなかったですけど、チョンジュの街良かったですね。ぜひ皆さんビビンバを食べに来てみてはどうでしょうか。
ということでチョンジュ市内に入りまして、まもなく、バスターミナルに到着すると思います。時間は13時21分ということで、チョンジュ到着いたしました。チョンジュからチョンジュにやってまいりました。時間でいうと11時20分に出発して13時30分頃着いたので2時間ちょいですね。はい、見た感じだと、チョンジュよりチョンジュの方があの都会な感じしますね。でこのバスターミナル近くのホテル今回も取ってあるので、そちらの方にちょっと移動しようかなと思います。一旦荷物を預けに行って、もう昼は過ぎてますけど、今日の晩飯と昼飯兼用みたいな感じでちょっと飯を食って、最後総括しようかなと思います。ちょうどチョンジュバスターミナルの近くにはですね、こんな感じでロッテマートもあって、あっちはロッテ百貨店かな、あっちの方がでかい、これはマートですね、ただのね。はい、そんなものがあります。都会ですね。チョンジュバスターミナルの方が全然でかいですね。チョンジュのバスターミナルより規模が違います。お店もいっぱいですね。こんな感じです。発着してるバスもやっぱりソウルに近いから多いんですかね。それでついでにですね、明日インチョン空港に行くので、もうバスのチケットを予約しておきます。結構空港行きね、本数はあってもね、席が埋まってること多くて、やっぱ事前に取った方がいいですよっていう風に韓国人の人に教えてもらったんで、あの前日ぐらいには。で今インチョン、空港第一ターミナル駅あったんで、これをもう発見しました。料金が23,800ウォン、2500円ぐらいですね。あ、もうソウルを経由することなく、チョンジュから行けるんで楽ですね。それでホテルにチェックインする前にちょっとね、ケンタッキーであるものを食べようと思います。おやつ的な感覚なんですが、韓国のケンタッキーしか発売されてないね、フライドチキンの皮だけ集めたやつがあるんですよ。それちょっと食べたいんで、ちょっと行きます。ここにちょうど目の前にあったんで、お店入りました。ありました、これですね、3300ウォン。それで念願だった、ケンタッキーの皮だけ、これ日本もやってほしいね。これとドリンクつけて5700ウォンです。5700ウォンならだいたい600円700円ぐらいね、ありですよね。これ皮好きにはたまりません。めちゃくちゃうまいです。たまりませんね。これおつまみでいいんじゃないですか。これ酒飲まないけどサルサソースもついてきますね。いやいいですわ、本当にこれ食べたかったんで結構今日満足しました。ちょっとね、左斜め上のところでなんか店長にバイトがしばかれて、なんかバイト泣いてるんでちょっとかわいそうなんですけど、ちょっとそれをあまり見ないようにしつつ皮だけ食べて去りたいと思います。お客さんいるところでもブチ切れてああいう風に泣かすんだね、バイトを。韓国怖いな。はい、それでケンタッキーを出て今からホテルに向かいます。ちょうどねバスターミナルがあれなんでかなり近い、ホテルまで200メートルですね。でまた明日バスであのインチョン空港に移動するんで、はい、もう何しに来たかよくわかんないんですが、でもまあチョンジュの街ね、思った以上に街でした。はい、すごいね、全然ソウルから日帰りであの行けるレベルの距離なんで、何が名物かちょっとよく分かってないんだけど、とりあえず今日は焼肉食いたいなって正直思ってるんで、一人なんですけどね、もうちょっとそれは部屋に着いてから、考えようかなと思っております。今日はねラブホテルじゃないです、普通のホテル取りました。結構ねお店もあるんで後からゆっくり考えようと思いますが、24時間の焼肉屋さんとか韓国普通にあるんですごいですよね。ここもいいですね。あ、これは焼肉というか韓国料理全般か。24時間ってすごいですよね。それで今日の宿がこちらですね。宿というかホテル、ザ・マークホテルっていうのを選びました。一泊ね7000円ぐらいです。ちょっとホテルの値段がね今日、金曜日なんですよね。金土にちょっと高くてですね、まあ、ラブホテルもどうかなと思ったんだけど、もうちょっと今日はこのホテル取りました。立地的には最高ですね。さっきも言ったけどバスターミナルまで、200m で目の前にセブンイレブンとかカフェとかE マート、あそこに奥に E マートがあるんですけどと、GS25 などなどコーヒー屋さんいっぱいあります。これはあれだね、あのネットカフェですね。はい、まあ結構中心部っていう感じです。ということで早いですが、チェックインをねさせてくれました。6階の部屋で、ブレイクファースト、朝食ついてました。2階だそうですね。はい、こちらかな。あ、こっから靴を脱ぐタイプだ。あ、めっちゃ広いわ、さすが7000円。
ラブホテルとはちょっと広さが違いますね。まあ、あれ昨日のも広かったけど、はい、こんな感じで椅子が2つで、テレビバカでかいね。でこっちがパソコンで、昨日と同じだな。これ昨日も置いてあったな。しかも日本語でも書いてあるし。でトイレ、あ広いね。え、めっちゃ広いじゃん。バスタブ、シャワーめちゃ広いわ。はい、そんな感じです。あとは冷蔵庫、お水が3本入ってました。バスで、ソンアン通りっていうね、一番繁華街があるみたいなんで、そちらの方にちょっと行ってみようかなと思います。先ほど到着した、チョンジュバスターミナル、その横の、路線バスの乗り場があるんで、そちらから、アンソン通り行ってみます。やっぱり難しいですね、ハングルばっかりですし。一応747このバスに乗ります。はい、あと13分。それではバスに乗りました。747のバスじゃなくて100番105番の方が早いっぽかったんで、これで行きます。まあ大丈夫でしょう。ということで、ソンアン通り近くのバス停で降りました。一応チョンジュの町の、ミョンドンと言われてるような、まあ、一番お店があるところに来たんですけど、全然さっきのバスターミナルの近くもお店がいっぱいあったんで、わざわざ来る必要はないかなっていう感じはしますね。まあ、買い物したい人とかは別ですけど。あと日本語表記のお店が多いですね、あれもなんか3丁目とか書いてあるし。さっきあの日本食屋さんもありましたね。あんま韓国で見ない気がするんだけど、ソウルとかじゃないと。やっぱりたこ焼きが多いですね。チョンジュでもありましたからね。そんな流行ってんの韓国で。まあ、この辺が多分一番のソンアン通りって感じじゃないのかな。大したことないな。焼肉屋とかいっぱいあるかなと思ったけど、やっぱちょっと離れたところの方がお店ありそうですね。こっちがメインですね。あー、そこそこお店あるわ。広いね。こっちは栄えてるわ。屋台もいっぱいある。あ、うまそうですね。ほっとくですね。1500ウォン、昔1000ウォンだったのにな。とりあえず何か飯を食いたいと思います。できれば焼肉系がいいです。ただ一人で食べれるかっていうところですかね。いやー、やばいな。ナッコプスあるな。食べたいな。いやー、迷うな。これどうせ一人じゃダメなんだろうな。ソンアン通りの近くにサムギョプサル通りっていうのがあるみたいで、そちらでちょっとサムギョプサル食べますか。なんか醤油をつけて食べるのが塩焼きっていう言葉らしいんですけど、こっちの。じゃそこに行ってみます。屋台飯系は結構ありますね。あとは一人でも入れてくれるかどうかですね。まだやってないんかな。だいぶ廃れてる感はあるけど、多分この辺全部サムギョプサルのお店だと思います。ここ行けそうかな。ちょこちょこ肉の焼いてる匂いがしますけど、一人で行けるかですよね。お、韓国産の松茸。まあ、最悪断られたらもう諦めよう。このお店もこのお店も一人ダメでした。厳しい。二人前頼むって言ってもダメだった。このお店もダメでした。あの上のね、これ分かるかな、なんか醤油のタレにつけて食べるサムギョプサル食べたかったんだけど、もう3連チャンでダメって言われるとちょっと心が折れますね。はい、先ほど通ったナッコプセの店行ってみましょう。ということでナッコプセ注文しました。今作ってもらってます。一人でも OK でした。優しかったです。やばいやばい、すごいことになってる。わー、すごい。
めちゃくちゃうまそうですね。でもこれはコプチャン入ってないわ、タコだけだわ。ちゃんと伝わってなかったな。まあでも十分うまそうです。いただきます。このご飯と混ぜて食べるのめっちゃうまいですね。最高。それで締めのラーメンを頼んだんですけど、ラーメンよりも春雨、この韓国によくあるやつね、うん、そっちの方がいいって言われて、で、まあ、残った鍋の具材と今から煮てもらうんですけど、追加でコプチャンで入れてくれないかって言ったらできるって言われたんで、もちろんお金払うんですけど、そうコプチャン食べたかったんで、なんか融通が効いてよかったです。うまそう。完成しました。なんかおじさん春雨の量ミスったみたいなこと言って笑ってましたけど、すごい量最初の鍋より量がある気がする。まあでも食べきりますよ。これはうまいでしょう。やばい、ホルモンがもうコプチャンがプルプルで最高。またたこ焼きですね。たこ焼き屋ばっかりだな。ということでホテルに戻ってまいりました。まあ短い滞在だったんですけど、まあ一泊だけでですね、チョンジュの、滞在は終わります。まあ、今回 あのネタとしては、チョンジュからチョンジュに移動したということで、それをね、あの実際にやってみたっていうくだらない内容でしたけども、いかがでしたでしょうか。まあこの類のネタはね、まあ日本でもできたりするんですけど、例えば、東北の仙台から鹿児島の仙台とかあったりとか、まあ、あと海外を絡めると四国の松山から台北松山、まあ、あれはソンシャンと読むので松山とは呼ばないんですけど、同じ発音で、同じ隣接したところに町があるみたいなね、まあ、特にこの韓国の、チョンジュ、チョンジュ、これはね、あの何度も言ってますけど韓国人の中でも、間違いやすいというか発音をね、あの結構ミスりやすいっていう風に聞きました、韓国通の人からもね。そうで、こんなくだらないことをやってる人は多分日本人でいないと思うので、まあ、今回ね、あのしかもチョンジュからチョンジュへバスで、直行で行けるっていうのもね、あの知らない人多いと思いますんでね、あのよかったらもしこういうくだらないことやりたい人いたらやってみてください。両方素晴らしい街でした。だいたいソウル、プサン、テグ、そこにあとチェジュ島とか、行く人ばっかりだと思いますけど、日本人の方ね、意外にこの中級都市というか、まあ、まあ大都会ですけどね、ある程度ね、うん、あのそういったところ見どころもたくさんあるんじゃないかなということで、まあ、今回は別に深掘りはしてないですけど、食事も美味しくてソウルに比べれば安いですし、まあ、ソウルから 2,3 時間あれば移動できるというところで、なかなか面白いなと思いましたので、皆さんよかったら参考にしていただければと思います。次回ですね、韓国を出国して日本にはまだ帰らずにとある国に移動していきますので、その様子からお届けすると思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。